始まるよ。あ、めっちゃ冠ずれる。あ、コアロマ、コアロ。桜のアロマです。あ、いちさん、メンバー登録ありがとう。コアロマ。あ、ちょっと待って、ドラクエ2をね、今日もやっていきたいと思いますよ。ちょっとね、ここ冠ずれるけど、まあまあまあ気にしないでいこう。あおうおう、はいはいはい、今日も今日とてね、ドラクエ2をやっていきますよ。はい。そう、ドラクエの時だけこのね、冠をつけようと思ってるんだけど、まあずれるよね、私がすごい動くからさ。冒険をするでいいんだよね。はいはい、これでいいんだ。そうなのよ。おお、アロマよくぞ戻ってきた。ちょ、待って、これもう冠気にしないでいくね。気にしてたら私多分ゲーム進まんから。基本ずれるのが、うん、アロマクオリティとして考えよう。あと10、え、じゃあすぐたまるっていうか、レベルアップするじゃん私。王子はロチューにするんですね。あ、そうだね。そうしよっか。あ、それとも私が姫。でも私今アロマ王子だからな。音楽がね、ドラクエって感じだよね。特に最初のやつ。
昨日どこまでで終わったっけ、まあ、とりあえずこのスケさん、スケさんを仲間にするところまでは行ったんだけれども、今どのくらい64人。あー、そうね、あ、今私なんで私戻ったし、なんで私戻ったし、いやいやいや、あー、トトキさん全然アーカイブ見れてないけど、スケさんという助っ人ができたんですね、おめでとうございますうん、そう、できたの、スパチャありがとうね。うん、そうなんだよね。で、え、私マジで何するんだっけちょっとあ、夫婦さん歯磨きしながら頑張ろう。祠に行くんだっけな、なんか右側の祠で鍵を開けろって言われたから、鍵を開けに行けばいいのかな。とりあえず右側行くわ。あ、翔さんも私困るしてない、困ろうアハニマジェンジョーさんもおっさんの中から困ろう。あ、宝箱薬草、いいね、薬草もないよりは。なんかさ、その1日経つと、私さ今日ルーンファクトリーやったせいか記憶がちょっと定かじゃないなあれどこ行けばいいんだっけって今すごい思ってる。あれあれまたまたツイッターに切り抜きを上げさせてもらいました。いつも素材提供ありがとうございますいや、こちらこそありがとうね、切り抜いていただいて。そのうち、わかんない、まだわかんないけど、そのうち TikTok とか始めたら、その切り抜いてくれた動画とかそのまま流していいそのまま、うん、ちょっと流させてもらうねまだわかんないけど、昨日ね、メモはね、東西南北と、ほら、あの、あれ、あげたやつよ。あげたやつは書いてるけど、あと画像なんだよね。画像もさ、定かじゃないというか、とりあえずドラクエでも男湯の違う、ドラクエは男だから。むしろ男湯じゃないとダメなんだよ。うん。仕事もあるのですぐに落ちるけど頑張ってみますね。ねえ、翔さん今日寝た？大丈夫？無理しないでね。また起きられなくなっちゃうか。でもそれはそれで大変だよな。こっちか。あ、ドラゴンシンジさん、こんばんは。まあ、アルマさんが言うじゃん。そうなのよ、ずれるけどね、ずれるんだけどあ、まあずれるのが普通みたいな。メモ見たよ、次回。違うんだよな、マジで。もう私はあのあれでもう本当にアロチュは私に甘くしてくれてるっていうのがすごい分かったから、あ、いやいやいや、ほんとね、いいんだよ本当に汚かったけど、まあ超汚いわけじゃないから、ちょっとさ中途半端だったよね、だからそのあれだったかもしれないけど。あ、プマさん、ハロー、グッドイブニング。Now you have boys you can find and fight the dragon. Fight. 応援してくれてる感じかな。どうなんだろう。ここだっけ。あー、モンスターが。待って、違う、私ちゃんとさ、そうだよ、ちゃんとさ、なんだっけ、あ、そう、カメラをつけてたから、これでちゃんと読めばいいんだ。ちょっと待ってね。やばい、カメラが
あ、カメラ？カメラ？ちょっと待って。ねえ、カメラ。頑張れ。頑張れ。君はドラゴンを見つけて戦う？二人の戦士を。そうね、あと女王が。あ、待って。あ、顔も反応してない。あー！オッケー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 。ドラクエ、ドラゴンウォーリア。へえ、そうなんだ。ドラゴンウォーリア。あ、だからす、おお、お、あ、でも、そっか、ウォーリーズ、二人の戦士。おー、イエスイエスイエス。ファイトザドラゴン。そう、ドラゴンとね、戦う。ファイト。Thank you?ドラクエ2の後は、そう、ドラクエ3もね、やろうと思ってる。そう、カメラには頑張ってもろてね。ああ、そうだ、ここだ。あれ？待って、銀の鍵じゃなくない？ここ。あ、ちょちょちょ、待って待って待って。ああ！あ、ウィッさん、こわろう。あ、ヘビさん、帰宅途中なので、はい、気をつけて帰ってきて。てください。帰ってきてくださいっておかしい。帰ってください。まあでも帰ってきてくださいも正しいっちゃ正しい。え、金の鍵なくない？だって私。金の鍵ないよね。だよね。え、金の鍵どこで手に入れられるの？金の鍵見つけた。サマルトリアの西ね。はいはいはい。金の鍵は手に入れた。そう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 。鍵は？なんでだよ。え？あれ？あれ？あとある人海人様こわろう。え？金の鍵はそう手に入れ。違うんだよな。違うんだよ。鍵はどこに行けば手に入るのそれ。え、私なんか言われたっけ。なんか言われた、なんか言われた他に。ごめんなさい、始まったばっかです。お風呂行ってきまいります。あー、ジュジュ来た、行ってらっしゃい。金の鍵で開けられるとこあったっけ。オーマイガー。あ、すみません、そろそろ仕事に戻ります。また仮眠時間まで配信が終わってなかったら聞きます。おつる、いやー、ほんとさ、翔さん、うん、お仕事頑張ってね。っていうか仮眠時間が来たらちゃんと寝な。うん、嬉しいけどちゃんと寝なね。おつやろう。はて、あれ、あれだっけ。あ、なんかちょっと思い出してきたかもしれない。あれか、あの、スケさんの、スケさんの城の方に行かないといけないんだっけ。あ、そうだったような気もしないではないけど。あ、おそばさん、部活から帰ってきて、風呂入ったら眠くなったので、このまま垂れ流しにして寝ます。ごめんなさい。いやいや、謝ることじゃないよ、そんな。お疲れ様。ゆっくりお休み。うん。おつやろう。むしろでも垂れ流しにしてくれるという優しさね。ちゃんとあの音量ゼロにしなね。ちゃんと寝なスタンプない。ちゃんと寝なスタンプ、うん、作ってもらってないかもしれない。ちゃんと寝、そうね、でもちゃんと寝なスタンプもあったら使うよね。こっちってちなみに何やった？何もないから。あ、ネオさん、今来たのにお風呂なので少し落ちます。空白な、空白さんのね、さばやか。ありがとうね、いってらっしゃい。
さんがいるなら書く。そうそうなんだよね。今のところね、スケさんしかいないのよ。あ、佐藤さん、こんろなんかね、説明したいんだけどさ、私正直どこまで行ったっていうのがちょっとあやふやでしてね、説明できないんだよな私。あ、でもあすけさんという、そうね、あれなんだよね、仲間はできたんだよね。その後だよね。私その後何やったっけ。あ、そう、銀の鍵を手に入れるためになんかその左側のとこ行ったんだよ。で銀の鍵手に入れたからっつってお城でまあなんかいろいろやってたんだけど、その後何したらいいかっていうのが定かじゃない。そう、銀の鍵手に入れた。また外出て月確認してきますね。ちょっと落ちます。いってらっしゃい。タマルトリアの王女がカクさんじゃないかというね。でもカクさんだったら面白いのに。でもきっと違うくなるんだろうね。そうだ、王女は仲間にしたいんだけど、王女ってどこにいんだっけ。っ待って、画像調べれば出てくるかな。紋章取り、何の紋章、なんかあったっけ。今どこの町向かってる、あの左側のさ、仲間の王子の城、サマルトリアとかの方にさ、なんか行けそうなとこなかったっけ。あそこはまだ早いんだけど。でも一応待って、画像ちゃんと確認しよう。サマルトリアの西の湖の洞窟の中に行ったんだよね、銀の鍵を探しに。でそこに行ったから、昨日の画像はもうなんかないな。あそこ、ここか。ここってどうなの？ここってまだ早い。あ、紋所か。ごめん、私紋所読めなかった、普通に。いや、分かりにくくて。違う違う、私が分かってなかっただけ。水戸黄門だよね。水戸黄門のね、あのスキさんが出てきた時に、あ、そう、水戸黄門っぽいって思ったんだけど、紋所、そうか、紋所、そうだよね、言うよね、この紋所は目に入らなかって言うよね。ちょっとうろ覚えだった。はい、なら何も言われません、言いません。銀の鍵手に入れたらサマルトリア近くの門通れるはず。サマルトリア、ああ、仲間の王子のとこ。門なんてあったの。ちなみにここは、ここやばい、毒やん。待って、ここ早い。まだ門ってさ、サマルトリアの西に門がある。西ね、西、左、左か、左、あれ毒じゃないの。今のいる場所がローラの門っていう名前の場所。あれ毒じゃないんだ。え、ここで合ってるの。さっきんとこ。あ、なんかバブルスライム急に調子乗ってきたな。あ、合ってるんだ。そうなんだ。なんか
そっかそっか、よかった。私あとなんか言ってないとこあったっけとか思って。なるほどね。草草とかつた。あーそうなんだ。あ、ヨシテルさんこんあろう。じゃあここか。ああそうなんだ。ちょっと毒に見えるわ。毒に見えるわ。なんか急に強そうじゃない？急に強そう。魔術師出てきてたけどさ、なんかほら急にメンバーが変わったというか。でもあれ左もいけるんだよね。とりあえず、おーおーおー、え、見たことないやつ出てきた。見たことないよね。あーちょっと強い。ふんふんふん。おー幽霊がいっぱい。でもなんかこの幽霊ってあんまり幽霊っぽくないよね。まあ私のただのイメージなんだけど。あ、鏡さん、こんろう？グッドイブニング？あ、勝手に水飲んだらちょっとカメラが動かなくなっちゃった。あ、上だ。え、これ左側に何やったんだろう？ちょっと気に…はぁ、あ、なるほどね、ここを抜けるんだ。ネズミ小僧っぽ、あー確かにそう言われてみれば。おお、バブルスライムが出てきた。ビレッジの人形使いの館の子と比べれば可愛いよ。そうだね。うん。それ可愛さのもう、でも系統とか違うけどね。ビレッジは怖すぎ。うん。Can you speak English?Very well? No! No speak English. Can't だっけ。魔術師手術…なんだこのリビングデッド。え、なんかまた新しい。魔術師手術中集中術、何それ、著術。え、強くない。ああ倒した。リビングデッド強い。町だ。著術、ああ
手術中集中術著術著術ひどいもんだな。魔術師でも魔術師より著術の方が苦手かもしれない。もしやアラマ様では、私は昔ロールシア城にお仕えしていたものです。あら奇遇ですね。こんなところでアラマ様にお会いできるなんて、はあ夢のようですわ。あ、終わり。24ゴールド。ああ、お高くなってきてる。お高く。全く物騒な夜中になったもんですな。この前もサマルドリアの近くでスリに会いましてね。幸い犯人は見つかりましたが、まあ今頃はお城の牢屋の中でしょうね。ああ、なんかいたかもね。なんか大変な世の中なんだから盗んでもいいだろうがみたいなこと言ってたやつ。待って、どこまでがコンワロいてない。ニョンニョさん、ニョンニョさんコンワロ。あ、ムーンペトの町にようこそ。ここは人と人が出会う町です。え、それはどこもじゃなくて、ここだけなの。ここどこ？祠の先？門の下。なんか門の、あ、色違くしちゃった。まあいいや。門の下の先の町とかでわかるから。ムーンペタ。とりあえずみんなに話を聞こう。どこかの塔の中に空を飛べるマントがあるらしいで、そのマントを見つけていると高いところから落ちたとき少しだけ空を飛ぶ。めっちゃいいじゃん。この話は絶対に覚えておいた方がいいぜ。え、待って、何？もう一回言って。もう一回言って。あ、違う、足元調べてない。塔の中？塔の中ね。まあいいや、とりあえず、しゃべっとくか。マルトリアの南？仲間になったの魔術師？あ、そうだと思うよ。だってほら、回復魔法使えるし。回復魔法しか使えないかもしれないけど今。ムーンブルク城ならこの町の南西の方向だ。ムーンブルク城がなんだっけ？襲撃された城か。あー、南西？左下？じゃあ左下に向かうのか。西に向かって歩き、左に向かって歩いて、下に下る。あー、取っとこう。左に行って下に行く？ははは。ね、いいアイテムの予感するよね。ケさんは魔法剣士じゃなかった。あ、そうなの？魔術師じゃなかったの？ちょ、待って。強さとかで見ればいいよ。あー、魔法戦士って書いてる。魔術師じゃなかった。魔法剣士だったみたい。ムーンブルクはもう一人のロトの子孫。あ、王女様？じゃあ、行かなきゃ。左行って下ね。何言ってる？川の盾、聖なるナイフ。なんかもうちょっといいの買ってあげたらよかったな、スケさんに。ここ聖なるナイフしかないんだ。もっと強いのあったもんな。あ、そっか、剣持ってるからか。魔術師じゃない。違う、それは言えなかった時でしょ。魔術師で行こうよ、そりゃ。あ、待って、防具。あはー、高くなったわ。あー、急に高くなった。
急に言いたくてなったな。どうしよう。鉄の槍。あ、マスコさんこんばろう。月は出ているか。月出てるんじゃない？私見てないけど。うんうん。ん？私あれ。初雪さんもコアロしてない？もしかして。コアロ？何かを。頭の飾り？ドラクエっぽいかなと思って。うん、ずれるんだけどね。美味しいけど高い。2000はそもそも買えない。鋼の鎧めっちゃ強いな。うわー、鋼の鎧欲しい。鋼の鎧欲しい。あ、ゆうさん仕事が終わったのでライブ見に来ました。コアロマ、お仕事お疲れ様。コアロマ、鉄の槍はスケさん。嘘、でもアロマも使えるよ。なんか使えないやつは装備できないって出るから、どっちも使えるね。今夜皆既月食。あ、そうなの。それはちょっと見たいね。私が終わる頃に出てるかわかんないけど。あ、ご飯食べに行くので抜けます。いってらっしゃい。おいしいもの食べてきてね。つなぎの武器買ってもすぐ売るだけだしね。あー、そっかな。そうか。あー、そっか、つなぎの武器。でもさ、めっちゃ銃上がったりするよ、鉄の槍とか。あー、でも鋼の鎧欲しい。鋼の鎧欲しい。月食も始まってるけど曇ってて見られない。あー、残念。晴れるかな。こちらは雨が降っております。晴れるかな。鋼の鎧欲しい。でも鋼の鎧買ったら。雨で曇ってて見えない。あ、そうよな。鉄の槍を買うか鋼の鎧かじゃない。敵倒すスピード上げた方が早い。お金早く貯まる。あ、じゃあ武器の方がいいってことか、装備っていうよりは。そっか。じゃあ、防御よりも攻撃か。だとしたら鎖鎌2個とかじゃない？だって鉄の槍買っちゃったらさ、鎖鎌も買えなくなっちゃうでしょ。1000、いや1100円あれば鎖の槍と鎖鎌買えるか。待って、 2G ちょっとさ、あ、違う、売ればいいんだ。それは鉄の槍。納金なら強い武器です。まあそうなんだけどさ。わかった、じゃあスケさんにじゃあ鉄の槍かを。スケさんね、私はもう強いから。スケさんはもう持ち物がいっぱいって言われたんだけど。ちょっとスケさん、何そんな持ってんの。うわ、めっちゃ持ってる。なんで薬草そんな持ってんの。待って、福引き券とかいらんじゃん。待って、預かり所ない、ここら辺に預かり所はありませんか。あ、福引き所じゃん。します。あ、
福引きの機械が回転を始めたらボタンを押して止めてください。晴れ印が3つ揃うと1等ゴールドカードが当たります。え、めっちゃ欲しい。星印3つで2等祈りの指輪。あ、どれでもいいよ。その他いろいろ商品を用意しております。では福引きを始めましょう。はい何が出るかな、何が出るかな、ドゥルルル。さあ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 、あ、そういう感じ、あ、そういう感じ、これ全部止める感じ。あ、もうすでに揃ってない、もうすでに星だったな、これ。残念賞に何あんの。え、もうない。いいえ、福引きってどんくらい持ってんだろう。ねえ、これ永遠ループじゃないの、福引き券くれんの。あ、待って、間違えた。説明はいらん。欲しい、なんか欲しい。やり直せるね。あー、欲しい。ねえ、そろそろよくない。いや、私はまだ諦めんぞ。ハート、ハート、ハートじゃない。今日王女どころじゃなかったな。福引きだ。うぅ、いつかは当たる。そう、いつかは当たるのよ。欲しい。これ時間差でやった方がいいとかあるの？これ時間差でいいとか。あれ？あれ？福引き券もらえなくなったの？え？福引き券もらえなくなったの？外れとかあるんだ。知らんかった。とりあえずワンちゃんに話しかけよう。くんくん。終わったわ。様じゃないセーブポイントきた。めっちゃいいね。太陽マークがいいと。あー、ザクザク。あー、ここはまた呪いとかだよね。呪い系ね。はいはい。え、ほんとだ、犬ついてきてる。なんで。あ、預かり所だ。預けよう道具。棍棒は売って薬草3つもいるか。いや、薬草持ちすぎじゃない。アクハクさん、おかえりなさい。今回はほんまか。お風呂から戻ってきました。テスト帰ってきて900点超えませんでした。いや、700点でも、え、いや、700点いかんくても十分じゃないの。そういう、ま、ことじゃないの。え、休教科で700点超えなかったって言ったって。雪アロマよ。扉は開くかな。え、嘘、扉。でも銀のとこなくなかった。金だったよ。うーん、嘘、金の鍵のヒント、そんなことある。待って、とりあえず薬草こんなにいらないよね。とりあえず2個くらいあればいいか。で、私永遠とついてくる。え、嘘、犬、え、犬ってどういう、え
いてくるもんなんだ。福引きの人は持ってるだけで武器屋と道具屋の商品が常に 25% 引きされる。やばいし、いいな、欲しいな、欲しいな。あら、ちょっと待って、あ、アンディストロースさんか、コロー。強さ、装備、スケさん、あれ私まだ買ってないのか。うん、槍買おう。鉄の槍で、スケさんに、はいはいはい。で、私も鎖鎌にするか。なけなしの、あ、違う、まず売ろう。売りに来た、棍棒を売る。はいはい、あと売るのあったっけ。スケさんは毒消し草、銅の剣、銅の剣売ればいいか。あ、買わないでもいい。じゃあこれで、スケさん銀の鍵は売っちゃダメだって。でとりあえずセーブして、はんはん、銅の鍵売ってあげた。あと話聞いてない人、なんかワンちゃんずっとついてくるの、まあ可愛いからいいけど、話聞いてない人はいないか。大丈夫そうかな。ああ、聞いてない、聞いてないけど、どうやってそこに行ったらいいのかわからんな。え、またこれ端っこあるパターン、あ、端っこあるパターンだ。あ、みりんさん、お風呂行ってらっしゃい。自分が恥ずかしい。私はあまりの恐ろしさに城から逃げ出したのです。今頃ムーンブルクの城は、はあ、舞妓、はあ、舞妓姫があれか、舞妓姫だって。スケさん、カクさんじゃなかった、舞妓姫だって。舞妓姫か、急になんか日本っぽい日本っぽいお名前が出てきた。まあそれ言ったらスケさんも日本っぽいか。メイク姫じゃない、うん、舞妓姫だったらしい。ランダムなんだよね、うん、ランダムで舞妓姫になったみたい。じゃあ左側行って下行けばいいのか。あ、ジュンジュンさん、コンアロアロは姫王子なんだけどね、今はね、うん。左行って下って言われたけどさ、下行って左じゃない？え？だって左行ったら海だよ。あ、これで左行ってってこと？うわ！すごいな。え、待って、強くない？え、待って、死ぬじゃん！あー！やばくない？え？やばくない？ちょ、待って、これ、スケさんも死にそうだし。ちょ、待って。スケさんに薬草使って、ス
スケさんのホイミを私に使ってもらおう。アカルさん、こわろう。やばいやばいやばい、待って、これ逃げるか。逃げられるか。特攻、一回逃げてみて、逃げられんかったら。逃げられた。逃げろ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 。ちょっとふう、まだレベル的にあそこ無理だな。そっか、レベル上げね。アンドレにしとけば勝つ。アンドレ出てこないからさ。いや待って、普通に出てくるじゃんこいつら。じゃあ待って、普通に出てくる。じゃあ待って待って待って、ここらへんなんで急にそんなに出てきたの。じゃあ待って、危ない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 。え、装備が貧弱。あ、え、どうしよう。え、でもここの宿めっちゃ高いんだけど。あしろさん、こんばろう。お仕事お疲れ様。疲れてそうだ。あ、お疲れ様。町の周りをぐるぐるする。あ、そっか、あんま離れたとこに行かない方がいい。あ、いや、ちょっとあれだ、スケさん、スケさんで回復しよう。あ、違う違う違う、アロマはそうだよ、使えないから。スケさんのホイミを私と、あとスケさんにも使わないと。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。これでここの周りね、ここの周りね。ねえ、出てくる。どうしよう、こいつらやるしかないんか。もうアルマはね、呪文覚えられないんだよね。ギラやった方がいい。ギラやってみるか。お、倒した。やばい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 、スケさんが死ぬ、スケさんが死ぬ。スケさん自分の、あ、自分にホイミだもんな、もう。あ、いやー、いやー強い、いやー強いな、強い。スケさんが、スケさんが怪人の一撃、これは間違いなく倒せる。あー、やばい、死ぬ死ぬ。あー、私は攻撃で、スケさんのホイミ、私、あー強すぎる急に。うん、顔も反応しなくなった。 OK、OK、OK。いや待って、マンドリルたちそんめっちゃ来ると困るなぁ。いやきついよ。あ、きついよ。しかも MP スケさん5しかないんだけど。あ、ライフナイス。マンドリルはロチ。やだ。マンドリルナイフじゃないんだよ。町に戻る？町ってさ、ここの町じゃなくて前の町ってこと？あ、スメシさん、こまろう。宿行く？宿。宿泊やっぱり。高いよね、ここ高いよね。はぁ。しょうがないな。
こればっかしは。24ゴールド、しょうがないね。ここでもうレベル上げをしよう。でついでにちょっとセーブをあれ、そういえばいつの間にかワンちゃんついてきてない。永遠とついてくるわけじゃないんじゃないんじゃないんだ。なるほどね、そうだよね、ゴールド使ってもまた稼げばいいんだよね。なるほどね、元取れてる。ちなみにこのワンちゃんはどういう感じでついてきてどういう感じで去るんだろうか。なるほどね、ちょっとマジでここの周りしかうるうるしない。うわー、いや魔術師は普通にやれるからやって、で月さんちょっとやっぱギラで、マンドリル、いやリザードフライがよくわからんから、リザードフライやってみる。あ倒せる、オッケーオッケー、でこれで倒せる。でこいつが厄介だけど、まあ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 一匹だけだったらまだなんとか。人を生き返らせるより宿題の方が高いのがドラクエの世界。そうね、教会は多分無料でやってくれるんだもんね。しばらくはこの繰り返しで10回で鎧台になる。あーなるほど、え違う、さっき街出てもさ、だって襲ってきたんだよあいつら、だからできるだけ近くの方がいい。おーい増えたな。とりあえず魔術師やって、キングコブラ、タホドラキ、アンドリルが一番おいしい。あそうなんだ、違う、みんな魔術師魔術師って言ってごらん、魔術師魔術師って言ってるとだんだん魔術師になるって。まあ、あー間違えた、入っちゃった。月さんは葵の御門、葵の御門で相手をひれ伏させる、何それ、どうもアロチャレ、何何何マンドラなんだっけあれ全然出てこなくなった。お、出てきたまあ1匹だからまだ、でもこいつも結構強いよね HP。 マンドリルかマンドラゴラが出てくるんだよね私。え、おいしいの？あ、違う、マンドリルがね、違う、そういう意味のおいしいじゃないでしょ、だってレベル上げに美味しいってことじゃないよ、うん、美味しかったら私も食べてみたいけどね実際。うーわー、なんかなんであいつってさ、マンドリルってさ、2体とかで出てくるの、信じられないんだけど。あ、シトウキリさんこんばんは。やばい、スケさんが死ぬ、いや私もやばい、あ違う、スケさんは自分でホイミで回復、
算数ドリル算数ドリルではないね、そうね。で、私も回復してほしい。気圧が変化してますが体調は大丈夫。ああ、やっぱりそういうことなんかな。今日あんまり調子良くなかった。あ、待って、月さん死ぬ。月さんすぐ死にそうになる。まあでもまだ大丈夫。ありがとう。うん、まだ大丈夫。あ、クワクさんごめんなさい、テスト結果になれたので足落ちます。最初と最後しか個別できなくてすみません。あー、いや頑張ったんだよね。うん、ゆっくり休みな。おつあろう。あ、レベルアップした。レベル9、いいね。あ、月様レベルアップ、素晴らしい。魔法トーンの呪文を覚えた。MP 増えてほしいよね、月さん。月食見れた？見てない私は。外に出てないから窓をも眺めてない外。マドリル料理配信する？しません。うわ、多いな。多いんだよな。いや多いな。これどうしようかな。とりあえず、でも鎧ムカデが強かったんだよ。魔法トーンって何だったっけ。とりあえずキングコブラ。いやでも鎧ムカデ強いんだよな。ね、硬いよね。キングコブラって一発で倒せたっけ。あ、倒せるのか。鎧ムカデが強いんだよね。強いやつから倒した方がいいの。でも私数をさ減らしたい人だからさ。でも強いやつから倒した方がいいのか、最終的に。あ、相手の呪文を封じる？魔法の方がいいのか。じゃあ私がタホドラキやって、スキさんにギラでやってもらった方がいいのか。あ、ユアさん、コアルマ。英会話してて遅れました。かっこいい。お疲れ様。ここぐらいはいいか。ここぐらいはすぐに帰れるところ。ムカデがいっぱい。ちょっととりあえず魔術師やって、でスケさんにギラで鎧ムカデ。アビさん、おかえりなさい。鎧ムカデ、あれ今ギラやった？火力高いのが1ターンで倒せそうなら、そうした方がいい。1ターンで倒せないよね。まだ。スケさんが死にそうだ。スケさんを回復しよう。MP が、MP が来てる。よいしょ。
わー数が多い。とりあえずちょっとキングコブラで、タオドラキーは一発でいけたっけ。マンドリルの焼肉美味しいんかな。あ、毒くそ、鎧、え、毒、毒、毒消しを使うかで、ギラー NP がね、来てるね。そろそろ宿に戻んないと。で、基本一回戦えば宿代ぐらいは稼げるから、何かあったら逃げ込めば大丈夫。なるほど、心強い。鋼の剣が先かもしれないね。防具もやっぱ鋼の剣か。攻撃最初に買った方がいい、やっぱり。毒は美味しくないよ。よし、で宿戻るか。宿戻って今はひたすらね、レベル上げをしてるところだ。よいしょ。あ、買えるじゃん、1000あるから。あ、毒は戦闘の後でもいいんだ。肉厚はいいからね、脂乗っててうまいから食べる気満々じゃん。テパの村ってところでハヤブサの剣買えるみたい。え、でもまずそこがどこかもわからんもん。攻撃ね、とりあえず攻撃。あれ待って、鋼の剣が先かもしれない。1500貯めた方がいいってこと、鉄の槍よりも。うん、貯まった、確かに。え、でも鋼の剣まで行った方がいい ?1500 まで。鉄の槍だったらすぐ買えるけど。攻撃力、攻撃力。好みか。でも意外と1000溜まったから500も早いかな。いけないことはないよね、500貯めるのね。もうちょっと頑張ってみるか。じゃあ、ちょちょ、火だめが大きい。あ、白うさぎさんこんばんは。今日やることがあるのでちょくちょく来ます。え、大変じゃん。じゃあ、まあ、ちょくちょくじゃお待ちしてます。今はね、絶賛レベルアップ中と言いますか、まあ、レベルアップしつつお金を貯めてるところですね。まあ、結論から言うと全部買うんだけどね。あー、まあまあ確かにね、そうだよね、最終的にはね。
プレイスタイル？プレイスタイルね。まあ基本的には脳筋なんだけど、まあ私ほら普通に迷子になっちゃうからさ、レベル上げのこと考えなくてもレベル上がっちゃうっていうか、あ、ズズさんこんばんは。もう一撃で倒せるようになってるのはでかいね。ギラ使えば。どっちにしろ今の戦力じゃ遠出ができないから稼いでみようぜ。まあそうね、どっちにしろレベル上げはしないといけないからね。めっちゃ近場を漁るっていうここ以上の近場はないよね安家さんも強くなってきてるわ、ありがたい。うんうん、安家さん強くなってきてる。やばい、死ぬ私に呪文を唱えてくれ。あ、ギラじゃない、ホイミで。え、でも普通に攻撃力強いよな。平均80ゴールドぐらいもらえてるからそんなに時間かからない。確かに。あ、みりんさんお帰りなさい。強いね。あ、間違えた、自分も使えないから。あ、しずくさんいってらっしゃい。すけさん、はいはい。あと1戦くらいしたら戻ろうかな。てか今どんくらい ?1370 か。あと1回宿必要かもね。レベル10でルーラー、あー戻れるやつだ。ボーロでも食べようかなこの時間帯になんかあのあとさ、あの昼の部の配信終わってすぐ食べたらお腹空いてきた。やばい、死にそう。よし、宿戻ろう。おにぎりってさ、意外とめんどくさくない？いや、美味しいけどさ、自分で握るのが生活リズムいつもそんな感じだから大丈夫よ。最近そんな感じ。まあ、別にあえて食べないけど、今は、うん、食べるわ僕の顔を食べ、アンパンマンですか、アンパンマンお腹空いたらソイジョイとかカントリーマン、あ、美味しいよね。ソイジョイも、私ソイジョイ、ストロベリーが一番好き。よし、じゃあボールを片手に
まあセーブすんの忘れた。握り三角握るのって、あ、そうなの？ドリンクゼリー、あー確かにね、ミダーインゼリーとかあるよね。めんどくさいなら俺が握っとるわ。おにぎりくらい、ツナマヨ美味しいね。うん、ツナマヨは美味しいよね。え？なにこいつ、見たことなくない？ギラでいっか。聞かなかった。あ、でも1ポイントなんだ。うん、物理でいいんだ普通に。カップ麺ズルズルは強すぎでしょ、さすがにそこまでは。しかもこの時間にカップ麺はさすがに太る。ねえ、セーブで大セーブ大事だけど忘れちゃった。軍隊ありという名前なのに一体だけと読むじゃん。確かに。綺麗な三角になるとなんか嬉しくなる。あー、おにぎりの？まあ確かにね、ぐちゃってなってるところから三角にすると確かに、あ、三角になったと思うかも。もう今度はちゃんと軍隊あり。あ、スメスさん早いですが寝ますよ、落ちます、おたろです。ゆっくり休んでね。ありがとう、おたろ。うん、タフさんコアロマ今ね、レベル上げとお金を、ごめんね、もぐもぐしててお金集めしてる。この時間いますが寝るのは2時間後でしょ、大丈夫よ。いや、そうだけどさ、そういうことじゃないじゃん。だってもうに2時間後、いや4時間後ぐらいかもしれない。10 11 12 12、うん、4時間後ぐらいかも。あ、ナイスミドルさん変わろう。コンビニのおにぎりは三角もいいが丸もうまい。あ、いや、おにぎりって結局美味しいんだよね。わかる。私チャーハンとかも好きだったもん、コンビニ。最近食べてないけど。そう、お金がないの。お金もないし、レベルも足りてない感じする。普通に強い。バルサメヌードルという罪悪感が薄くなる。あー、食べてた時あった、私バルサメヌードル。なんだっけ、あのピンクのやつが一番好きだった。卵みたいなやつ、卵かけご飯をずるずる食べるのか。いや、美味しいよね。でも最近卵かけご飯食べすぎてお母さんとかに怒られそう。ちゃんと栄養を取りなさい、野菜とか。
4時間後いやだからボーロ食べてるじゃん。うん、海苔がパリパリしっとり、あパリパリかしっとりか、あだって結局どっちも美味しいんだものそれ。うーん、あゾウタさんお風呂行ってらっしゃい。おにぎりは結局美味しいのよね。仕事終わってこれから何を食べるか、あ大事ですねそれ。ぜひ美味しいものを。セブンのチャーハンも美味しいけど、やっぱり自分で作ったチャーハン、あーまあでもそれも分かんないこともない。結局何でも作ったものが美味しいっていうのは分かる。あそうレベル上げとね、お金稼ぎ中。でもドラクエのいいところはさ、こうやってレベル上げの時間がある時にはさ、ご飯が食べられるってことで、まあ、ご飯でもないか、お菓子が。行儀は良くないけどね。うん、マンドリル出てきた。卵栄養食品レモン。卵だけじゃダメでしょさすがに。あ待って間違えた、呪文にしようと思ったに。卵かけご飯はご飯に醤油をかけたら溶いて卵を混ぜるのがいい。あそうなの。うーん、あ死ぬ死にそうだった今、全然見てなかった。どっちも死にそうなんだけど。お金がそう枯渇してて。夏はガリガリ君、あー美味しいね。ちょっとやばいな、死にそうだ。うわー死にそうだ。ちょっとうんどほえみ。カレー手作りが一番うまい。あーお、レベルアップ。レベル10。いいね。宝箱？またコンボか。あと1回くらいいけそうだな。チャーハン TKG にしてから炒めた。あ、それなんかね、テレビで見て私もそうしてる。あともうちょっといけそうだな。うん、マイスミドルさん、そうペッパちゃんありがとう、ごめんもぐもぐしててなんでそんなそうとんありがとうね。そんなに強いやつが出てこなくなったからまだだ、いけそう。卵焼きのかけらって何ラブキュマミンさん、こんばんはあ、でも言うて強くなってきてるね。うん、もぐもぐタイム向きうん、もぐもぐし
お腹すくじゃんこの時間。な、とある人海人さんお帰りなさい。家庭火力でも TKG にしないでパラパラにし上げる。あ、そうだよね。青月さんいいね、どんどん上がっていくじゃん。そろそろいい感じかな。ミントさんもパラパラに。確かに料理上手なイメージあるわ。なんか簡単レシピとか教えてあげるとか言ってたもんね。あ、ボーロ前なんだっけ、写真であげた野菜ボーロの、今日はかぼちゃ、あげた時はほうれん草だったかも。さあ、なんか今日終わったのがなんだっけ6時くらいだったっけ。その後すぐ食べたらお腹空いちゃって、ちょっとボーロだけ食べた。あ、ヘビさんおかえりなさい、無事で何よりです。そろそろいいな。いや、とりあえず宿やよって。お、2170。稼いだな。めっちゃ稼いだ。買おう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 。うん、溜まってた2000。福引き引いた、引いたけど外れた。あれ、また福引き券あるじゃん私。いつ？とりあえずコンボを売っていいや。で、鋼の剣を自分に使うのか。アロマです。あとなんか買える。695。うん、無理だね。無理だ。あ、狩猟の桜さんこんろう。じゃあとりあえず福引き引こうか。福引き、福引き、ここです。はい、説明はもういいです。あ、福引き券預けてたかも確かに。待って、これもう違うじゃん、もう揃えられないもん。全部同じやつじゃないとダメなんだよ。なんで。ちょっと預かり状、預かり状。あ、待って、預かってほしいんじゃない。引き出す道具、福引き券2枚持ってる。え、どっちでもいいけど私でいいかな。え、福引き券って2枚あったよね。あったあったあった。で、これでないです。はいはい。ねえ、だいぶ強くなったよね。一等確か、そうそう、あ、半額、半額まではなんかいかないみたいだけど、でもなんか安く買えるらしい。あ、欲しいよね。でもなかなか当たんないんだわ。これってさ、どこでさ
感覚とかある？待って、太陽太陽太太陽、あーハートだった。もう少し貯めて鋼の鎧も買おう。待って、もうすでにダメなんだけど、行くか。あ、違う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 、間違えた。はい、説明を聞きたくないの。え、目でこれわかるの？あ、人海人さん来たばっかりだけどお風呂入ってくるので落ちますね。なかなか配信に続けられない。あ、いってらっしゃい。全然わかんない、全然わかんない。太陽は？太陽が何の次？え？ハート？あ、もうわかんないわ。もうダメだ。わからん。わかんない。適当にやるしかないわ。当てたい図柄目押しする？あ、ゆうでござるさん、こんあろう。今福引きしててね、1等か2等か3等かね、まあ当たりたいんだけどね、なかなか出ない。押した図柄から何マス目？なるほどね。昨日がハートだったっけ？マジ覚えられないもんな私。これぐらいなら見える。本当に？全然わかんない。じゃあとりあえず違うところをやってみればいいのか。天気が来たらやってみるか。あ、待って、もう今じゃなかったな、もう。あ、でもハートだ。ハートか。いや、もう、無理だ。私には目押しの才能はない。私もなくなった？あ、福引き券なくなった。残念ということで。うん。そういうこともあるよね。じゃあもうしょうがない。え、待って、あといくら必要なんだっけ。もうちょっと揃えたい。695G 鋼の鎧？300円ぐらい。なんかね、ワンコついてくるんだよね。300円ぐらいは貯めよう。300円ぐらいなんてすぐでしょ。なんか売れる？あれ、どうだった、どうだっただろう。でももうそんなに売れるのなかったんじゃないかな。バンコ戦わないね。あと300ぐらいだったらなんとかなりそう。50ゴールド。全滅はまあもうある程度強くなったから大丈夫じゃない？なんか売れるものあるかな？薬草？薬草くらい。
10時になったら少し抜けます。了解です。え、もう言っとく？あと3分あるよ、だってあ、もう言っとく。じゃあ行ってらっしゃい。あ、間違えたな。まあいっか、どうせ倒さないといけないのは同じなんだ。うん、また戻ってくる。うん、行ってらっしゃい。強くなってるわ。はいはい。で、これで90ゴールド。今140？ あと半分くらい。強くなってね、余裕出てきたかも。アロニャン、アロニャン、アロニャン、違う、まあ、全部アロニャンなの？なあ、ジュマさん、こんあろう。配信も仕事も近くし配信は全然大丈夫だけど、仕事は大変でしょ。お疲れ様。いや、だって早く寝れなかったからかな、私の配信見てて大丈夫今日は？ゆっくり休まなくて平気？スパチャありがとうね。え、今どのくらいもらえた今？まあいいか。あ、事故とか渋滞？あ、それはもうだってさ、しょうがないよね。別に遅れちゃっても。あ、スケさん言うて死にそう。50ゴールド。あと2回くらい？ 9 か85。1000だっけ？あと1回くらいでもいけそう。って言いたいが、遅刻常習犯のためにはなりませんね。遅刻か。あ、仕事の遅刻よりも配信に遅れたことが致命傷です。そんなことないから。ありがとうね、スパチャね。いいんだよ、そんな。待って、もうたまったんじゃない？全然そんな配信に遅れるのは。アーカイブも残すし、まあそりゃ来てもらえたら嬉しいっちゃ嬉しいけど、お仕事はねもう大変だから。ありそうだよね、寝坊とか遅刻。さすがになんか生きてる上でさ、私もあるけど。
よし、オッケー、たまった。遅刻しないように1時間余裕を持って出る。あー、偉いと思う。でも私ね、1時間前に出たとしてもね、あれだよね、初めてのとこは1時間前じゃダメだなって思う。1時間前に出たらもね、着かないんだ場所に。でも分かってるとこだったら確かに1時間前ぐらいに出れば。あー、でも場所によるか。めっちゃ遠かったらさ無理だもんね。それよりさらに1時間前に出ないといけない、大変だもんな。配信間に合ってもアロマボイスに眠らされるミントさんが来ります。あ、それはしゃあないね、もうね、うん、眠ってもろてって感じ寝坊配信、いやー、それはちょっとできればしたくないな、みんなに申し訳ないもん。スケジュール出しててさ、いやごめん寝坊してたって、なかなかひどくないだってあ、ソータさんお帰りなさい。とりあえず買いに、鋼の鎧だね、鋼の鎧ね、を自分に装備し、アロマです。はいはい、1時間前つかない到着時間の1時間前に、だ到着前の1時間前に出たとしてもつかないんだよね。アスパチャしかできなかったけど仕事にも、そっか、まだ仕事あるの、ちょっと待って、あ、あ、ちょっとびっくりしすぎて顔が、あ、まだ仕事あるのか、お疲れ様。いや本当にスパチャしに来てくれたみたいな、ありがとうね、アーカイブもね、うん、いやいやいや、無理せずって言うとあれだけど、でも頑張ってね、お疲れ様、おつあろう。なんか売るのあったっけ、あ、銅の剣売れるか。銅の剣ってさ、スキさんさすがに持てないのか。持てないんだな。じゃあ売ろう。あれ、鎖片びらってさ、鎖片びら、あ、スキさんはもうつけてるのか。なんで私鎖片びら、誰かから、モンスターから入手した？鎖片びら高い。くらいかな。よしよし。これでやっと次進むか。ちょっと。あ、ブラクラさん、こんばろう。風呂上がって。ヒゲヒロ見て号泣してから来た。ヒゲヒロなんだろうか。最近テレビを見ていないのでわからないあ、最高労働時間14時間。あー、辛いね。そう、テレビ見てないんだよね
最長50時間はもうもはや50時間丸2日とちょっとじゃん。もうそれはそれはやばない。それは24時間耐久私さできんのかな。なんかどうなんだろうね。それこそ寝落ちしそうだけどね。何すんだっけ。レベル上げに勤しんだら分かんなくなっちゃった。どこかの塔の中に空を飛べるマントがある。それはいいんだ。西に向かって歩き、さらに南に下がると良い。西で左側行って下か。あ、間違えた。入っちゃった。でも私も言うて配信してる時以外はなんかもう最近仕事みたいな感覚だわ。配信してる時は全然いいけど、みんな無理しないでね。まあ、無理しないといけない時も社会人は特にあるかもしれないけど、はあ、無理は良くないよね。待って、私 MP 少なくない？ちょっと待って、これあれだな、ちょっと宿行った方が良かったな。ちょ、宿行こう。宿24時間睡眠配信ありなら OK。 睡眠配信したら私多分8時間起きないからダメだ。やばいな、 MP が。24時間待機だったら1時間に1回戦とかだけど。いやそれやばいって。2万4000にはなるじゃん。だってそれは申し訳ないわ。自分も社会人になったらそうなる。いや、その会社にもよると思うけどね。会社にもよると思うよ。アロマ様が寝てる間に赤スパ投げとき、いやそれはさ、 いるときにしてよ。寝てるときじゃなくて起きてるときにして。お礼も言えないじゃん。あとあー赤スパありがとうってなるし。無理は良くないこと分かってるけど逃げられない。いやーそれが一番辛いよね。睡眠ありは耐久じゃない、確かに。で、OK かな。いや、一応セーブしていくか。よしよし。で、あのワンちゃんはさ、いつまでついてきてくれんの？なんか外出たらいつの間にかいなくなってるよね。8時間もアロマさんの演技聞けるとか多い。いやもうみんな寝るじゃんそんな。ただ恥ずかしいだけみたい。なんで私今戻った？なんで戻ったの？そうだよ、釣られて寝るでしょ。
お、軍隊より出てきた。日本の会社は大体そう。いやでも絶対うんあるって、職種の会社による。うん、うん、職種と会社によると思う。寝てる時にみんなスパチャ祭り。いやいやいや、やめよ。起きてる時にすよ、それ。起きたらコメ欄真っ赤で布の服、何それ。なんか布の服手に入れたって、強いのかな。布の服？いや超弱かった、激弱。あっ左行って下？犬は街出るまでずっと、あ、そうなんだ。じゃあ街の中なんだね。社会人はないんですけど、自分は大学の卒業研究が忙しい。あー、大学か。そうだよね、大学、大学ってさ、いやまあ卒業研究もそのうちの一つかもしんないけど、卒論めっちゃ大変っていうイメージあるわ。いや私は知らないんだけどね、大学は。うん、あ、浅田美さんこんばろう。ところでアニメ好きですか？まあアニメ好きだけどね、最近見れてないね。最近鬼滅しか見れてない。身の中は初期装備。あ、そうなんだ。初期装備、最弱装備。あ、大変失礼いたしました。そうなんですね。うん、激弱でした。え、あいつギラとか唱えたんだ。うわー、最初の方にやってたから気づかんかった。マジか。何系のアニメ？最近は泣ける系の方が好きかな。まあもともと私涙もろいからすぐ泣いちゃうんだけど。これ下か？え！毒の城あるんだけど。ここ？あ、石落ちます。いってらっしゃい、ひろきさん。あ、ご飯とお風呂行ってきます。あー、なるほどなるほど、いってらっしゃい。鬼滅のキャラで誰が一番好き？難しいね、難しいね、難しいね。あー、一番か。とりあえずここの毒のとこって言っていいのかな。君嘘は聞いたことあるけど見たことないんだよな。窓まぎはね、めっちゃあの有名だったっていうのは知ってるけど見たことない。クラナドは知ってる。なんかめっちゃ泣けるよね。見たことあるけど、でも全体的に全部覚えてるかって言ったらちょっと危ない。うん、全体的には覚えてない。でもあの団子三兄弟の歌とか好き。そこ
箱がのんぶるくん。あーいや本当にさ、本当にマジで、なんか映画とかの方がアニメ好きでよく見てたんだけど、もう最近映画もね正直見れてない。あ、スマホの充電切れちゃってしまいました。ただいまです。おかえりなさい、新年家さん。では行きますか。いや、スケさん回復した方がいいか、まあいいか。うわマジでそんな感じ。これどっちも毒ではないの、ないんだ。まあ確かに私もねずこいいよね。ねずこかわいいし、わかる。確かに鬼なのにお兄ちゃん思いで人形をさなくて、そう、わかる。私もねずこ出はじ、出るとこだった。サザエさん知ってる。あ、そう、そうです。団子さん兄弟じゃない、団子大家族。団子さん兄弟は違うやつ。団子さん兄弟の歌もあるよね。だいぶ前だったような気がするけど。とりあえずスケさんホイ見つかって、クレヨンしんちゃん、あークレヨンしんちゃんもわかるよさすがに。スクールデイズ、あー見たことないな。配信ばっかりですかね。ん、何が窓まぎって結局誰もハッピーエンドにならなかったイメージ。あ、そうなんだ。あー、エヴァ見てない。曲はすごい有名だからね、知ってるけど。何あの火の玉みたいなやつ、火の玉みたいなやつ。のげのらゼロ、あーそれもわかんないかも。言うて知らないアニメいっぱいあると思うわ。ホラー映画同時視聴配信はいつしますか。あーちょ、まだいろいろ考え中。リゼロ、あーリゼロ確かに面白いって言うよね。鋼の錬金術師、ジョジョ、あージョジョ見たことない。鋼の錬金術師は見たことある。七つの大罪、あー見てないな。いや、胡蝶しのぶさんは好きだよ、好きだけど最推しかって言われると難しいところ。三姉妹は好きなのよ、胡蝶三姉妹。そうなんだけど、いやでも別にみんな好きだよっていう。違う、しのぶさんは好きだけど、だからみんながさ、すごいその声真似をさ、なんかねえできそうみたいな感じに言ってくれたから、しのぶさんっていうよりかはね、うん、だからちょっとやってみたみたいな。ひなたは触って大丈夫なの？話せるんだ。ハーゴンだ。ハーゴンの軍団が攻めてきた。助けてくれ。え、これ魂みたいなこと？うーわ、多いな。あ、急に多いじゃん。なんだその、ちょっと待って、ドラゴンボール見たことない。ブラッドシー、あー見たことないな。幽白、あ聞いたことあるかも。幽々白書でしょ、聞いたことは。しのぶさんし、あそれダメでしょ、言っちゃダメだよ、私漫画読んでないんだから。急
鬼滅の刃のネタバレ禁止お邪魔女、あお邪魔女どれ、あん、いやでも聞いたことはあるけど見た、うん、わかんないかも。コードギアス、あーコードギアスは見たことあったかもしれん。麻雀できないレールガンも見たと思う。うん、コードギアスもさ、なんかハッピーエンドにならないっていうイメージある。宇崎ちゃんは遊びたい。あー見てない。あ名前は知ってる。ガールズ&パンター、あーちょっとだけ見たかな。あのなんだ、戦隊みたいな、戦隊っていうか、呪いをかける犬にされた。ちょ待って、もうアニメ分かったから。アニメ私多分ほとんど知らない。エーレカセブン聞いたことある。幼女戦記分かんない。カンコレは聞いたことあるけど、アズールレーンは分かんない。銀魂は知ってる、見たことある。ハイフリー、ハイフリー分かんないかも。五等分の花嫁は聞いたことあるけど見たことはないハイキューも鈴宮春日の憂鬱、あハイキューと鈴宮春日の憂鬱はちょっとだけ見たことあるかも。スタードライバーは分かんない。のげのらも分かんない。コードギアスは映画見ないとハッピーエンド。え、映画見たらハッピーエンドなの？映画見てないかも。テニプリは分かる。テニプリはあの漫画も読んでた。ハンターハンターは名前だけ知ってるけど見たことないな。あ、そう、戦車。戦車ね。そう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 、戦車のやつ。そう、戦車って言おうとしたの。カンコレ、船のやつっていうのは分かるけど分かんないな。そうなんだ、一応救われてるんだ。コードギアス見てないわ。映画、あ日常知ってる、うん、日常は知ってる。あの漫画見てた。あっ、はい、それなんて呼ぶんだっけ。でもあの聞いたことある、読めないけどで待って、今ちょっと待って、そうそう、あの呪いをかけられ犬にされたって、舞妓姫が、舞妓姫がみんな戻るよ、ドラクエ、ドラクエの話に戻るよ、そろそろ戻るよ。うん、じゃあ、え、あの犬、呪いを解かないといけないってこと？ちょ待って、なかなかな衝撃だったんだけど。MP もやばいし、そうドラクエに戻るよマヌーサ、なんかダメージ受けてないけど、マヌーサがよくわかんない。K さんお帰りなさい。今帰ってきたんですが、今日は妻が住んで挨拶だけしか。大事、寝るの大事よ。おつあろう、お休み。まあアニメの雑談はじゃあ雑談枠やるときにしようね。ああ雑談枠するときになんかアニメの話しよう。ああ私なんだったら鬼滅映画でさえもまだ見えてないんだからめっちゃ見たいんだけど。でも DVD 買うわと思ってる、うん、映画は。よし
攻撃が当たりづらく、あ、そうなんだ。空っぽだった。おお、めっちゃ4体。あ、明日は絶対最後まで見るんで任せてください。そう、無理せずにね。はい、また明日座ろう。あ、マヌーサかかったって。攻撃当たりづらくなるんだ。じゃあこれ、あ、でも当たった。あ、当たった。ナイス。ネタバレはやめてください。命中率か。でもまあまあ当たってるから大丈夫か。ラブキムミさん、もうあれよ、あの初見ネタはやらんぞ。しのぶさんの配信ではございません。申し訳ないんですけれども、暇だから授業中にアロマさん書こうかなと思ったけど、自分の画力入れてほしい。いや、だから違うって、暇だからとかじゃなくて、もう授業中、授業中ダメよ。ちゃんと集中しなきゃ。映画は富士だからテレビでし、嘘をやる？だっていまだに映画館とかでまだやってんじゃないの。待って、スケさんが死にそうになってる。さんが、スケさんもうちょい回復。うわー、 MP やばいな。アビスさん、おかえりなさい。ね、そうだよね、もうすぐ DVD 出るよね。そう、楽しみにしてるの、それを。本当に桜の呼吸、アロマの方、メイゴ。新しい方作っちゃう？新しい呼吸。空っぽじゃん、全部。待って、きついな。結構きついな。死んじゃうかもしれん。ここから東の地、待って、これ、これ写真か。小さな沼地、4つの橋が見えるところ。東、右か。あ、そろそろ寝ないと仕事に支障が出るかな。あ、じゃあ寝た方がいいよ。ありがとうね、こんな時間までいてくれて。うん、寝た方がいい、無理しない方がいいよ。おつわろする、おつやろ。あ、ラーの鏡が、これを誰かに伝えるまで私は死にきれるのだ。じゃあそれ、そっち行かないといけない感じだな。ねえ、宿行きたい。 MP がないの。そこにはどうやって行くの、その階段の。あ、違うんだ。下か。ん？アロマ様に朗報です。昨日のメモの字のレベルなら塾にめっちゃいますよ。それ朗報なの？朗報って言うの？最悪、翼あった。確かに翼あったな。あ、ペテルギウスロマネコンティさん、久しぶりなんです。こまろう、こまろう。
綺麗ではないんだけども字はね、うん、薬草をちょっと私に使って、いや薬草を使う前にか攻撃した方がいいか。月さん、あ待って間違えた、まあいいや。ああ、田口さん、こうあろう、今日から夜勤だから挨拶だけしかできないけど、頑張ってくださいね、おつる。いや、ありがとうね、そんな、挨拶とスパチャまでいただいて。ああ、夜勤。頑張ってね、ありがとうね、おつあろう。やばい。ね、やっぱ攻撃の方がいいよね。だってほとんどアロマが攻撃しないと月さんあんまり強くないから。でこれが終わってから毒を解除すればいいんだよね。薬草じゃない、毒消し草。はいはい。でえ？外側から行かないといけないんだ、あれ。いやー、いや、ちょっと使うか。キメラの翼。今日のメモそんな書いてないよ。23。ちょっと助さんにとりあえず自分のホイミ使ってもらって、これでなんとか帰れるかどうか。あ、クロクロさん、明日朝早いので落ちます、すみません、頑張ってください。おつら、明日も頑張ってね、ありがとうね、おつあろう。ゴールド半分で戻るのとどっちがいい。いや戻った方がいいでしょ、そりゃ。でもまだいけそうじゃない、まだいけそうじゃないっつったら死んだりする。そうね、初美さんっていう名前に変えてきたら、それはもう初美さんですね。コアロ、まあ初美さんなのか初見さんっていうのか分かんないけどね、その場合は。まあ明らかにアイコンが初美さんじゃないから、だから初美さんっていう初美さんなんだよね。うん、初美さんっていう、はい、うん、コアロ。攻撃か。でも呪文使えないんだよな。本当だ、アイコン同じじゃん。アイコン同じが3人も。よし、まだ死なない、まだ死なない、大丈夫。待って、これこっちで合ってたっけ。あ、しずくさんおかえり。ハツミンと呼んでください。あ、ハツミでじゃあよかったんですね。ハツミン、ハツミン結構進んだ。今ムーンブルクに行って、あの犬が姫だったっていう衝撃の事実を聞いたところで、私は無事に戻れるかなって今思ってる。
森とか山より草原歩けばエンカウントリー。え、嘘、そうなの？草原？あ、逃げ出した。え、逃げ出すとこあるんだ。恐れおののいたか。草原ここか。あ、でももう森に入るしかない。あー、近い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 。もうマンドリルうざいな。マンドリルちょっとギラで。キメラの翼、いやもうキメラの翼使わなくてもいけるいける。もう近いから、もうさすがに近い。よしよし。あ、みゆきさん、こんばんは。お疲れ様。マンドリルゴリラよね。まあまあまあ。え、でもあれじゃない、マンドリヒとかなんじゃない、どっちかっていうと。なんかマンドリヒもゴリラっぽいけど、ゴリラ科とかなんだっけ。よしよし。あー、ようやくたどり着いた。宿屋寄って、あ、1602。あ、結構止まってる。ゴリラは全員 B 型だけど、マンドリルも B、 わかんないわかんない。もう鎧ムカデ以外にはギラでも殴っても変わらない。あー、確かにそうかも。じゃあいいのか、鎧ムカデ以外は。で、あのワンちゃん、でもこのワンちゃんは、いや、お姫様なのは分かったけど、結局呪いを解かないとダメだから、うん、とりあえずセーブして、なんか変えるのある。ちょー、やま、でも今あれか、できるの鋼の盾ぐらいか、強くなるの。じゃあ2000ないとダメだもんね。じゃあダメだ。あ、すいません、一回抜けます。すぐ持ってきます。ソータさん、いってらっしゃい。頭に乗ってるとなんか似合ってる。はい、ありがとう。結構ずれるけど。で、どこ行かないといけないんだっけな。ちょ、待って、確認するわ。東の地、4つの橋が見えるところに小さな沼地があるという、そこに行かなきゃいけないのか。さっきのとこに向かって4つの、東、右か、さっきの地より右。あ、仕事なので寝ます。明日も頑張ってね。ありがとうね。ゆっくりお休みください。よつあろう。ドラクエ3も2が終わったらやる予定。で、さっきのとこが左行って右だった。
ったから、それより右、あ、軍隊ありだけど単体あり、あ、ぼこさんこんばんは。さっきより右、大ネズミの軍隊だ。あ、そっか、3から仲間、あ、じゃない、え、仲間キャラが作れるの？やり込み要素多すぎてめっちゃ時間かかる。そうね、そうよね、だからゆっくりやるよ。え、これは右ってこと？あつみんさん、仕事なので寝ます、配信頑張ってください。おつろ、あ、おやすみなさい、ありがとうございます。おつろ、私はこいつに攻撃してギラで鎧迎えで倒せばいい。あ、私鎧迎えでじゃない、私はラリボーワントでギラで鎧迎え。本当に時間かかりすぎる。あ、そうなんだ。こっち側？めっちゃ出てくるじゃん。そんな出てくる？そんなに？呪文温存した方がいい？あー、分かった、気をつける。でもあいつ固くない？ムカデ、あいつにも使わん方がいいんか。じゃあ自分途中から来たんで分からないんですけど、初見さんって誰？分かんない。あ、スケさん寝てる。そう、数、あ、レベルアップ、スケさんだ。レベルアップしたなら起きてくんないかな。うん、3は4人パーティー制で仲間キャラを職業性別、あ、そうなんだ、作れるの？迷っちゃうなそれ。あ、浅田飴さん、明日朝早いので寝るのだ。おつあろう、ゆっくり休んでください。明日も頑張ってね。おつあろう、果たしてこっちで合ってるのだろうか。あ、戦闘あったら起きる。あ、そうなんだ、よかったよかった。嘘、今ルール覚えた？見てなかった。どんどん覚えてくれるじゃん、すけさん。見てみるか一応。本当だ、ルール覚えてる。あれ、私絶対間違ってるよね、ここ。もっと左だったか、もっと左だったな多分。まあ最悪じゃあルーラで戻れば。うん。普通に痛いんだよね、でもまだ普通に痛いんだよね。濃い意味で回復しよう。あ、ルーラ便利になった。あ、なんかあれか、あの場所選べるようになったみたいなことだっけ。詳細わからないけど、アイコンにするぐらいにアルマさんが好きな仲間だから OK。 そうね。ありがたいね。
ここどこだ、ここどこだ。あ、ひろきさんお帰りなさい。お姫様が実はワンちゃんになっていたらしいよ。あ、しょうさん、俺もそろそろ仕事戻ろうかな。皆さんなんかごめんね。次は仮眠時間に。いやだからちゃんと寝てね、本当にしょうさんは。うん、ありがとうね。お仕事頑張って。座ろう。あ、2は選べないの ?3 から。そう、姫ワンちゃんになんか呪いかけられてワンちゃんになっちゃってたらしい。アカウントの名前長いのでペテコンとお呼びください。それさ、忘れるとなんかさ、ペテルギウスさんかロマネコンティさんになりそうな感じ。待って。ペテルギウスロマネコンティでペテコンでいいの？あ、分かった。私ボール食べるの忘れてた。まだ全然あったのに。しけっちゃう。え、でも左より右なんだよね。だんだん分からなくなりそうだ。これより右？ん？あそこの塔さ、あれじゃない？空を飛べるマントがあるとこじゃないの？え、そこも行きたい。え、行けない。行けない。まだ行けないんだ。ムーンブルクからから東？そうだよね、右だよね。だからめっちゃ魔法トーンやってくる。ラブケモミミさんはもう長くないよ。ラブケモミミさんじゃん。だってもうそんな。ラブニャンかケモニャンでいいよ。もうニャー入ったみたいな。まだまだ先？
全然そんな勤勉ではないけど、あ、そろそろ寝ようかな、いつも楽しい配信ありがとう、アルマさんまた来ます、ハイツです、ありがとうね、ジュンジュンさん、うん、ゆっくりお休み、おつあろう。ケホニャンの方がいいの。あ、待って、ここら辺じゃん、じゃあ4つの橋が見えるところ、小さな沼地があるという、4つの橋ある、3つはこれだ、4つの橋、小さな沼地があるという、あるケモニャンがいいの？まあケモニャンでもいいけども、こっからどうすればいいの？下？沼地が、わかんない、沼地があるから、なんだったっけ。あ、俺も寝ます、おつあろう、ごめん待って、まだ覚えてない、ペテコンさんか。ペテコンさんもゆっくりお休みください、ありがとう、おつあろう、ミントさんも長いからパパって言ってみ。もうパパはパパじゃん。沼地で探そう、泥沼の中を探せってことなの？やだ怖い、あ、ひろきさん、スパチャありがとう。畜生、名前が短いで何もいない。それでスパチャ送ってくれるの？ありがとうね。いや、いいじゃないの、そんな。ここ調べんの？あー、怖っ！え、待って、スケさん、あれじゃん。回復しないとちょっと。あ、ルーラの MP、そういえば見といた方がいいって言ったよね。ちょっと待って。間違え、違う、呪文が覚えられない。MP6 か。6消費する。え？なんもなくない？なんもなくない？ただコーヒー食らっただけじゃない？え、気のせい？あ、そっか、ラーの鏡、そっかそっかそっか、言ってたわ、そのラーの鏡がなんかあれでしょ、呪いに必要なやつなんでしょ、俺も名前長いので好きなように呼んでください、カツノタカシさん、カツノタカシさんって呼んでたな。あ、カツノタカシさんじゃない方が良ければだけど、名前短くするのが流行ってる、いや別にいいんじゃない、そんな、いや呼んでもらいたいって言うんだったら私も頑張って覚えるけど。別に。あ、調べる使う？あ、そういうこと？え、じゃあどこでもいいってこと？毒食らうじゃん、そんな。全部調べるの？あった！あった！あったんだけど、ありがとう。なんか、やばい。でもなんか見つかったわ。よかった。あ、みりんさん。みりんちゃんは？にきり？
みりんだからこれから調味料ちゃんでもいい。あ、そうだ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 、惜しいとか前なんかそうだ、ごめん、そこあやうやにしてた。スパちゃんありがとう。ニキリみりん、ニキリって読むのそれ。あ、私前煮込み、煮込みって言ってたね。それで惜しいって言われてたわ。ニキリみりんさんだったのね。はぁ、あ、いやみりんさんはもうみりんさんじゃない。調味料ちゃん逆に長くなるじゃんそんな。うん。鏡。ああ、ルンパッパさんはそうね、ルンパッパさんって言ってたかも。じゃあ自分は短くしたら椅子か。ナイスの椅子。いいよ、ナイスミドルさん、ナイスミドルさん。だあ、ジュジュウギさんこんわろう。え、ヒロシです。お風呂から出たらいつの間にか寝ていて2時間寝てたとです。懐かしい、懐かしい。つまりそれはヒロシさんなの。お疲れ様。あ、ルーラで書いてもいい。あ、確かに。そっか、ルーラ使えるのか。ルーラって使ったらさ、どこに戻るの、これ。あ、ここに戻ってくれるんだ。めっちゃいいね。あ、よかった。自分はすでに短く呼ばれていた。あ、そうね、ゆらさんはそうね、そうだね。ぼこさんもそうね、そうだね。いいじゃん別にそれは。最後にセーブしたところに飛ぶ。あ、そういうことなんだ。あ、全然理解してなかった、そこ。さあ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 、え、ここで、あ、違う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 、どうやってあげればいいんだ。ちょ待って、道具、ラーの鏡を使えばいいのか。ちょっと待って、道具で、違う、アロマでラーの鏡を渡す、使う、え、渡さないといけないんだっけ。鏡は美しい王女の姿を映し出した。鏡が砕け散り、姫にかけられた呪いが解ける。おお、おお、元の姿に戻れるなんて、もうずっとあのままかと思いましたわ。私はムーンブルク王の娘マイコ。出た、マイコ、マイコ姫。もうご存知かと思いますが、ムーンブルク城はハーゴンの軍団に襲われ、私は呪いで犬の姿に変えられてここに飛ばされたのです。今頃ムーンブルク城は、はあ、今は考えないことにいたしましょう。私もあなた方の仲間にしてくださいませ。共に戦いましょう。いや、仲間になったな、素晴らしい。使う、使う、捨てるではないね、使うで合ってた、よかったよかった。渡すのかとか思って。で、舞子さんは、あ、魔法使いなんだ。うん、メイコ姫じゃない、マイコ姫、マイコ姫なんだよ。ちょ待って、すごい、え、東京特許許可局、許と、え、ちょ、東京特許許可局、特許許可局長さん、初見です。素敵な声ですね、ありがとうございます。え、初見さん、珍しいパターンですね。私初見さんのことを初見って言うんですけど、あの、いらっしゃいませ、桜のアロマです。あの、普段ホラーゲームを中心にやってるんですけど、今はね、あのドラクエ2をやってます。もしよかったらゆっくりしてってください。
装備できるもの？あ、そっか、舞妓姫にも。そうだよね、買ってあげなくちゃ。装備できない、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 全部装備できない全然装備できないけど、まあとりあえずセーブしとくか。よしよし、ブラクロさんスパチャありがとう。名前短いからあだ名がね、だからいいじゃん別に。なんでダメなの？ちなみにサブアカです。じゃあ初見さんっていうか、いやまあ初見さんではあるのか、サブアカで初見ってことね。そうだよね、いや初見って珍しいなって思ったんだよね。あ、そういう方もいらっしゃるんだとか思って。なんであえてそんな早口言葉みたいにしたの？東京特許許可局特許許可局長、オッケー道具屋見るといい。え、道具屋？あ、道具屋こっちか。装備できるんだ。あ、いい、いいですね、ありがとうございます。じゃあ聖なるナイフを買って舞妓さんに装備。あ、福引き券やった。これでまた福引きできるよ。福引き、福引き、そろそろなんか当たってもいいと思うんだけどね。3回は無理かもしれん。あ、待って、もうすでに無理だったね。今適当に回してた。危ない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 。もうそろそろなんか当たってくんないかな。太陽、太陽、ハート。ハート、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 ハートじゃない。もうまた無理だった無理だった。ちょっと待って、そんなわざわざ変えてきたの？赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、ブラクラさんね、ありがとうスパチャなんで急に急にクビキ券も持ってないんだけど。いや、ショックだな。1回くらいなんか当てたかったな。あ、ゼロさん困ろう。朝ラーメンさん、俺もう寝落ちするかもしれないので寝ます、おつあろうありがとうね、遅くまでね、おやすみ、おつあろう早く赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、ブラクラは早く、やばい、ブラッまあ早口言葉と言われれば、まあ早口言葉なんだけど。真ん中は星出太陽になるっぽい。え、よくわかるね。あ、白亜さんお帰りなさい。鼻血が止まりません。どうしたらよきですか？鼻血はね、上向いちゃダメなんだよ。あの、ティッシュで軽く押さえて、ちょっと、下側向いておくといいって聞いた私。だから上向いちゃダメ。お大事に。まあそれが合ってるのか分かんないけど。あれ、これからどうするんだっけ。呪い解いたから呪い解いたらどうするんだ。レベル上げ？
舞子さんのレベル上げか。鼻の付け根キュッてするらしい。あ、そうなの？でもなんか強すぎるとダメって聞いたよ。ベッドいる場合はどうしたら？ベッドか。ちょっとあれ、話はそのまま放っておくのがよくえ、でもさ、寝転がるよりさ、あ、顔が反応してない。寝転がるより顔が反応しない。寝転がるよりあれじゃない、ちょっと起き上がってた方がいいんじゃないの、鼻血って。え、全然顔が反応してくれた。なんとかしますでもなんか粘膜を傷つけてもいけないって聞いたから、私レベル上げつつ塔を目指しましょう。了解です。そう、ティッシュ詰めは私もやってたんだけど、なんか結構奥に行きすぎると粘膜傷つけるっていうから、あんまり押し込めすぎても良くないかも。バイオハザードみたいに血に染まった。違う、それ出血死しちゃうから、そんなさ、ダメだよ。ちなみに BGM が変わりました。嘘。覚えてないこっちだっけ。いや、左か。待って、また分かんなくなっちゃった。元は初見だったからまた変えて押し込みすぎてティッシュ見失ったのはいい思い出。いや、どういうスパちゃんありがとうねティッシュ見失った、それは押し込みすぎじゃない？心配になっちゃうわ。すでに枕が血だらけ。そんなに血出てるの大丈夫？めっちゃ下がるじゃん、守備力。あ、舞子さんだよね。いや、こっちじゃなかった気がする。左側行ってじゃなかったっけ。あれ、どうだったっけ。あ、赤レンガさん、こんばんは。今日はとても眠いです。なので少しだけ見たら寝ますね。すいません。なので先に行ってきます。おやすみなさい。頑張ってください、皆さん。こんばろう。ありがとうね。じゃあ先におつあろうって言っとくね、おつあろう。舞子死んだ。あじんのいきやさん、ごめんなさい。明日学校なので寝ますね。おつあろう。明日も学校頑張ってね。ありがとう。おつあろう。スリーの BGM に近づいてる。マジか。レベル上げしないと意味ないもんね。ちょっと待って、戻らなきゃ。教会からそんなに簡単に死ぬと思わなかったんだもん。だって悪かったよ。昨日からちょっとずつ出てるの？それは辛いな。途中でいなくなりそうなので今のうちにおつわろう。いや、本当にお大事にね。うん、おつわろう。ルーラ使うわ、じゃあ。
そうですね、初蘇生ですね、なんだかんだちょっとシュールだな、この棺棺桶、うん、生き返らせる40ゴールドの嘘、無料でやってくれんのかと思ってた。無料でできると思ってた。そうはいかないんだ。さすがに。毒ない毒ない毒ない。病院行った方がいいのか。ごめん、あの私、うん、そうだよね、私が病院行ったことそんななかったから言わなかったけど、そっか、普通は病院行った方がいいよな、確かに。あ、ブラクラさんありがとう。棺棺そっか、お金ね、やっぱお金、まあそうよね、お金も大事よね。でもさ、2478あったら私なんか買えない？ 2000 で買えたやつあったじゃん。うんうん、鋼の盾買うか、どうせ必要になるから。アロマ、はい、で売ろう。あれ、革の盾ってさ別に誰も使えないよ。ちょっと一応見てみる。アキートさん仕事終わった、困ろう、お疲れ様、困ろう。あ、病院今、まあ確かにね、これ以上続くようなら行ってきます。皆さんありがとうございます。はあ、本当お大事に。市場挟んでしまった。いやいやいや、だって心配じゃん、そんなさ、なんでこんな話出てくんだろうとか思うもんね。でももしかしてたらなんかね、頑張ってたのがちょっとストレスとか来ちゃったのかもしれないし。道具で渡す？ああ、え、でもあれじゃないの、装備ってみんなまとめてできるんじゃない、できないの。持ってないとできないのか。とりあえずスケさんに渡せばいい。あ、布の服売りたいな、渡して。あ、同じだわ、守備力。革の盾持ってた、じゃあ売ろう。売ります。革の盾もだし布の服もいらない。あ、聖なるナイフまだつけてなかった。よしよし、これで。捨てるの役割も考えてあげて。いや、捨てるはいいよ考えなくても。アラバさんも心配していただきありがとうございます。いや、そりゃ心配するよ。いやいやいや、うん、本当大事にね。その聖なるナイフちょっとやってなかったみたい、うん、それはちょっと申し訳ないと思ってる。で、OK、これでヒノ
キの棒も売ればいいか。ヒノキの棒もいらない。売りに来た、マイコのヒノキの棒いらない。はいはい。ムンブルクから南？南、下、下か。アラマさん、俺のあだ名考えてください。浅田飴さん、浅田飴さん以上のあだ、浅田飴さん、ちょっと待って、顔顔が反応してくれ、あ、はしてくれた。あ、ゾータさんお帰りなさい。聖なるナイフはもうやったから、とりあえず下行け。じゃあな、じゃあまあ MP12、 いや休んでいくか。でここら辺でレベル上げするか、さすがに。だってマイコさん死にそうだもんな。ちょっとここら辺で。レベル2だからね、舞子ね。アメちゃん？A6 助？なんでマイケルになったの？マイコとマイコ、マイコと何？マイケルは違うでしょ。マイコの職業は魔法使いだったかな。うんうん、魔法使い。これマイコなんでマイケルだからなったん？うん、あ、マイコでしょ。あ、私か、私なんだ。マイコが上がるかと思ったのに。あ、たまご太郎さん、コンアロマレベル上げ順調。そう、レベル上げなんとかしてて、でもマイコがやっと仲間になったんですけど、レベル1だったからまたレベル上げしてます。呪文が得意。あー、そっか、そりゃそうだよね、魔法使いだもんね。じゃあ魔法を使ってあげないとダメなんだ。攻撃弱いってことだもんね。軍隊ありって呼ぶんだ。ちなみにマイコは何が使える？ベホイミ。あ、ベホイミ？じゃあこれから、そっか、ラリホー。うん、うん、首が異常に痛いので寝ます。おつわろう絶対かぶりません。いや、許してくださいとかじゃなくて、いや、本当に待って、顔も動いてない。お大事に。首が痛い、あ、ゆっくり寝て、本当にゆっくり寝て、痛かったらなんか整体とか行きな。うん、おつわろう。なぜ舞子なんですか？いや、私にもわかんない。なんか名前がランダムで選ばれるらしい。
いや、だって軍隊ありでさ、呼ばれたことなかったからさ、なんで軍隊ありって言うんだろうって思って。単体ありもいたし、軍隊ありの。呪文がさ、一向に覚えられないんだけど。精霊言った？呪文唱えようとしたらリーダーに無理やり殴らされたんですって。それは申し訳なかったよ。うん。マイコどんくらいになったら死なない？ブロッカーね、確かに。ブロッカーがどっちかっていうとアロマなんじゃないの？そうでもないの？増えたことあった？嘘、見てなかった。王女は回復の要なのですが、人を回復する前に自分が幸福になる神冒険で有名です。あ、なるほどね。あ、まあそうだよね、最後の仲間だもんね。うん。最後の仲間だもんな。あ、ちょっと待って、私が鎧ムカデの方がいいな。まあそうよね。スケさんイコールスケルトン。いや、スケなあだ名、あだ名するのハマってるの、なんか。ちゃんとゲームしてるよ、そりゃ。でもアリってそんなに強いイメージもなかったからな。どっちかっていうとアタッカー。あ、そっか。あそこからアロッカー。もうそろそろ出ていいのかな。ちょ次宿行ったら行くか、さすがに。塔に。あ、軍隊あり。眠っている。脳筋アタッカー。そうね。ヘイト稼いでくれるタンカーいないときつい。あー、まあ、強いて言うならアロマ。うん、強いて言うならね。どうしようかな。とりあえずマンドリルか。あ、なるほどね。理想の戦い方は呪文唱える時以外は防御させておく。はあ、そっか。え、じゃあ基本防御でいいじゃん。あ、上がった。やっとレベル3に上がった。よし、こんぐらいでいっか。レベル3上がったから。はんはんはん。これで宿行って、で、斜め77度の並びで泣く泣く。ねえ、え、本当に初見さんですか？なんか今早口言葉ブームが来てるらしくて、本当に初見さんかわからないけど、いらっしゃい桜のアロマです。すごいお名前が長いですね。
あーよかったらゆっくりしてってください。何？斜め77度の並びで泣く泣く？イザ泣く？それなんだっけ？イザ泣くで合ってる？いやね、イザ泣くなんて言葉あったっけ？7半7台何泣く並べて長眺め長眺めがちょっといやカメラが今日もなんかカメラの調子悪いな。うん、オッケー。いらなくか。え、私なんつった？よし、ではでは行きますか。今日は塔を終わって帰ってこれたら終わるかな。で下行って右行く。あれ下行けない。あ、じゃあ左行って下行くのか。で防御しとく。絶対初美さんっていう初美さんじゃなくない？にゃにゃめにゃにゃめにゃにゃじゅうにゃにゃどのにゃらびでにゃくにゃくいにゃにゃくにゃにゃはんにゃにゃ大にゃんにゃくにゃらべ。いやもうなんかようわからんくなってるから。え？大にゃん大にゃんにゃくにゃらべてにゃがにゃがめ。嘘つけ。で右か。物語シリーズ。あ、化け物語。私化け物語はガハラさん派。あのロングのガハラさん派。え、みりんさんもなんか大変？なんかお大事に？私羽川さんあんまり好きじゃない。ガハラさん派だからね。ガハラさん派だから。なでこはもっと好きじゃない。あ、そろそろ落ちます。おつあろう。ありがとうしずくさん。おつあろう。ちょいと入浴。赤髪さんいってらっしゃい。で右側。待って、これでも右側ってどうやって行けばいいの。あ、じゃあ舞子は防御しないと。カンバルは、普通。まあ特に可もなく不可もなく。
最終的にカエバスターになるなでこは。あーまあそうよね、そこ好みどうしてもアロマさんとはできない、好みどうしても出ちゃうよね、出ちゃうよね。うん。あ、失礼、髪まみた。おつあろっていうのかな、おつあろ。うん、ありがとう、おつあろ。迷いは好きだよ。待って、あの塔ってどうやって行けばいいんだ、あの塔までってどうやって行けばいいんだ。フロリダっていうらしい、フロリダツ。あ、そうなの。へえ。ガハラさんの声真似はできる自信がないな。雰囲気みたいな感じじゃん。また私ボール食べるの忘れてた。よいしょ。え？待って、どこから行けばいいんだ？これを右にって言ってたよね、でも。え？ちょ、待って。右に？右に？かわいい、カレン、月日ちゃん、カレンちゃんマジで好き。あーマジで好き。てか右行けんくない？え、右行けんくない？これどうやって行けばいいん？え、待って、え、ちょっと。あ、しのぶちゃん好き、八九時だから、迷いちゃんも好き、おののぎさんは普通。あ、でもしのぶちゃんも好きだな、私もしのぶちゃん。バギの呪文を覚えた。そちら側なんですよね。そちら側ってことは右側に回っていく感じ？え、こっち側から行けなくない？上から行かないといけない？上から行かないといけないんじゃない？これ。マップ把握ができません。下から？嘘。行けた？
もうちょい探すか。じゃあ迷子なるかもしれん。しのぶとハチクジは大人か子供、どっちが。子供です。子供です。はい、これはすぐさま言える。うん、あふらふらして集中できなくなってきたので落ちます。いやー大変、ほんとお大事にね。貧血とかもあるかもしれないけど、おつあろう。ここの下でしょ。ここの下実はいけないんですよ。ほら見て、これいけないんすよ。回り込むか。待って、回り込むとしたらまたさ、ちょっとさ戻った方がいいか。右側行った方がいいってことでしょ。舞子さんにはひたすら防御にやってもらおう。あ、今防御するの忘れちゃったな。誰だろう。なんかアニメか漫画とかのキャラ。バギっていう呪文かな。あれ覚えなかったっけ。あ、そっか、あの時じゃないとできないんだ。戦い中じゃないと。あ、敵なんだ。そうなんだ。とりあえず戻るか。戻って回復して、右側に行けばいいんだね。ねえ、でもいい時間だね。いい時間だな。でもまあ明日はお昼ないからゆっくりやろうと思えば全然って感じだけど、みんなが大変。よしよし、そうね、結果的にレベル上げできたからいいんじゃない。これをやっぱ右に行くんじゃない。あ、違う、ここは左か。ここの右に行くんだよ。あ、塔の情報確かにあったの。いや違う、でも塔はあれだよ、どこかの塔の中に空を飛べるマントがあるらしいみたいな。え、舞子なんか毒かかってるじゃん。え、舞子さん。舞子さん、舞子さん。そこの扉って開かないんだっけ。え、どこの扉。あ、城、お城の。お城じゃないか。ちょっと舞子さん、舞子さんが毒でやられる。毒消し草、意外と薬草より毒消し草の方が使うよね。毒消し草もうなくない。グロピウスさん、でもアイコンが初音さんじゃないんですよね。うん、
でも初美さんいらっしゃい。またサブアカかな。ちょっと戻ってみるか。じゃあなんかドア開くところないってことでしょ。銀の鍵で開くところ。待って、マイコさんにあれだ、また防御するの忘れた。あ、スケさん、まあ、スケさんだったらいいか。ドア、銀の鍵の存在忘れるんだよね。あ、でもドアというドアないもんね。あ、ここか。ここは金だもんね。うんうんうん、いけないね。だからやっぱり自分たちで行くしかない。あ、そう、スケさんがね、確かに覚えてるもんね。防御してもらって、うん、金扉だったね。まあ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 、 あ、昼寝の効果が切れてきたので寝ます。耐久配信、耐久配信には時代よ。時代けど、ありがとね、ゆっくり休んでね。おつあろう、しじみさんも。で、これを下行っての右行けばいいんじゃない。わ、なんか増えた、増えたわ。めっちゃ下がるじゃん。同じとこ行ってないよ。さっきは下行ったからね。全体攻撃かグループ攻撃、あー、あれば確かにいいね。ちょっとマイク、いやでもまだ早いか。あ、鏡さん、お風呂お帰りなさい。こっちから右下には行けないか。ちょっとボロ食べてた。全然減らないなと思って。まあこっちじゃないなって思ったらまた戻ろう。宝箱、ヒノキの棒、あ、これは売っていいね。うん、下には行けなさそうか。ってことは、じゃあやっぱ左下には、でも バギーです。バギーでした。
行き止まり？ここの？甘い子は攻撃じゃない。バギー全然使ってないね。バギーって結局何だったっけ。うん、ないね。行けない。これ左側行ったらどこに繋がるんだっけ。それも行ってみるか。今はね、塔に行きたいの。なんだっけ、空を飛べるマントがあると真空の刃で攻撃、強そう。やってみるか。おお、強いね、バギー。バギーめっちゃ強かった。あ、迷子さんやばいな。迷子さん、回復すればよかった。あ、でも強いね。うん、レベルアップだ。うん、マイコが上がった。ちょっと回復しよう。スケさんもやばいな、言うて。ねえ、ここは左が？あ、今はもうこんぐらい強くなったからね。呪文で、うん。舞子さん MP めっちゃ多いね、やっぱ。命の木の実取ったら舞子に使いたい。あー、そっか、自分にバカ使ってたから。嘘、グループ攻撃なの？バギーって。あ、そうなの？あ、そうなんだ。あ、なんかこっち側から行ける。お、これ右側行けるか。舞子さんちょっと防御に今やっとこうか。舞子さんさ、攻撃最後だから、もう今ぐらいの敵だともうやってると思ったけど、そうでもなかった。いらねえなとは思ってないよ。だって、お、レベルアップだ。回復してくれるしね。
うめっちゃさ端っこだねすんごい端っこだな、すごいな、うわあ、急に増えた。これこういう時だね。じゃあこういう時のバギー、あれ、あ、でも複数攻撃じゃなさそう。あ、間違えた。時ね、あ、そういう時ね、なるほどね。なんか3匹がまとまってる時ってことか。確かにそういう時か、便利だねそれはそれで。ふん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 、理解したわ今。せっかくあるちゃんが解雇お願いしてくれる。いやいやいや、できるだけ頑張るわそんなない敵もいる。あー、え、これ左側は一本道が気になる。おー、複数、複数で同じ敵、こういう時だ、こういう時ね。バギー、バギーの出番だ。おお、あ、聞かなかった、これ、こ、言う、こ、これ聞かない敵だ、これ聞かない敵で、そういう有言実行いらないんだけどな、私。そういう、すぐそういう有言実行するんだから。スマホ等に注意。あ、特になんもないわ。こっちかじゃん。あるある。まあやってみないとわかんないもんね、確かにね。決勝ナイス。ナイフ、あ、そうね、やってみること大事、有言実行でね。フラグ開始そう、バギー、うん、あんま使わないで使ってみた、うん、使って使って、こっちでいい。めっちゃさ幽霊出てくるじゃん。幽霊じゃないか、スモークか。そうね、これがアロマクオリティ。あ、毒なった。そろそろスキさん回復したいね。これあれか、いやでも MP あんま使うのもね。まあ見どころ多いのはいいことだけどそう、ポンアロは消えないよ私の性格上。まあ
ね、スタンプにもポマロがありますから煙に風って聞きそうなイメージだけど、ああ聞かないんだね。確かに。で毒を、待って、私もう毒記事なくない？毒記事なかった、やばい、忘れてた忘れてたな。あ、忘れてた、やばい、食らってる食らってる。あれ呪文で直せるのあったっけ。あ、キアリーって、そっか、それか。ちょ、まださまあ全然理解してなかった。キアリーか、ありがとう。オッケーオッケー。ちょっと MP が心もとないけど、なにこれ、カブトムカゲ。またなんか変な変なのが出てきたな。ちょっと強そうなのかてだね、今までと色が違って。ねえ、塔に来たね、ようやく。ちょっと HP と MP が非常に心配ではあるんですけれども。あー、音楽が、音楽が、あー、時刻は0時になりました。あ、どっかにあれが、どっかにあれがつながってるんでしょ。いや、あれあれゲットしておりたいな。あ、宝箱、薬草。だがしかしよね、身を守っている。カブトムカゲ、あ、さっきのセーブしたいね。今日の BGM はこれです。なるほど。でも BGM 聞いても、あ、これ塔の BGM だとは思えないわ、きっと多分魔術師がいっぱい。またね、ボーロ食べるの忘れるんだよね。同じとこではない。こういう時ではない。呪文バギの、嘘、違うやつなの。何それ、マネーさん。そうそう、集中してるとね、ボーロが、ボーロの存在を忘れるなんかマヌーサーされた
かぶられてるのかわいそうだね。攻撃がミスりやすくなる。うん、呪文が覚えられない。ほんとだ、ダメージ当たってない。マヌーサってさ、もう切れる？さすがに切れるか。コンビニダッシュしてお夜食買ってきました。幸せ。おかえり。うん、ゴールド。寝た。戦闘終わったら切れる。うん、みたいだった。ありがとう。まあ近づいているのではなかろうか、多分。なあ、2つあるぞこれ。え？一応どっちも行ってみるか。びっくりした、今落ちたのかと思った。あ、そんなに先行くんだと思って。これはちょっとバギー使ってみようかな。端っこ落ちるから注意。え、やっぱ落ちるの？え、怖っ。え、そうなんだ。マジか。え、これ落ちるかな。これ終わった瞬間落ちる。怖い怖い。落ちなかった、でも。え、もうどこがどこだかわかんないよ私。あ、来た。なんかわかんないけど来たわ。風のマント見つけた。素晴らしい。で、これが空を飛べるマント。ここから飛べるの？え、ちょっと気になるけどさ、ちょっとだけなんでしょ飛べるのって。落下芸、別に私したくてやってるわけ。本当に？え、風のマントってどうやって使うの？使う。飛んでみるよ。使う場所は別。とりあえず落ちてみる。なるほど、こんな感じに落ちると。あー、とりあえずゲットしたから装備するの？え？あ、ここか。装備してたわ。とりあえずゲットしたから戻るか。うん、戻ってやめるか、そろそろ。いや、でも面白いな。よかった、落ちなくて。入手してからでよかった。とりあえず
お、3000溜まってる。ちょうどいいところ。あー、そうだよね。それもそう、ローラの使い方は覚えた。よしよし。なんかちょっと待って、買えるものとかあるか。さすがにないか。いや、あったっけ。それだけ見て、ちょ待って、邪魔しないで。鋼の盾買ったもんね。うんうん。ないね。ないな。あ、待って、売るだけ売る。覚えてるときに。あ、待って、買いに来たじゃない。あー、買いに来たじゃない。よしよし。ヒノキの、はいはい、売りに。あれ、あとないっけ。薬草、銀の鍵。あ、ないね。ね、薬草いいよね。預けとくか。使わんしね、そんなに。ちょっと忘れないうちに預けとくわ。道具、スケさんも持ってんだよ。だって2個あれば十分じゃない？2個ずつぐらい。これでいいか。よしよし、 OK。 じゃあセーブして終わりましょうか。はい、いいえ、はい。よしよしよし、お金も預ける。あ、じゃあちょっと明日の配信で覚えてたら教えて。明日は8時半の夜の部のみとなっております。はい、のでご注意ください。20時30分ですね。またこのドラクエ2の続きをやっていきますので、もしよかったら、はい、また来ていただけると嬉しいです。カメラの調子がよろしくない。はい、買いに来たじゃない、大事なことなのに2回言いました。そうですね、大事なことは2回言ってます。はいはい。あ、いいお返事だ、ありがとうございます。いや、メモは今日書いてないから、ほとんど。しかも、うん、そんなに、うん、出すものではない。うん、はい、明日も楽しみだ、ありがとう。そう、みんな明日の一言目はお金を預けて。そうね、あ、そうだったそうだったってなりそう。うん、うん、覚えていただけると、はい、嬉しいです。というわけでね、いや、今日も長々とお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。初美さん、そうかな、そうかな、ちょっと初美さん、うん、ちょっとサブアカさんが多かったイメージだったんですけれども、はい、まあ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 。あ、わざとね、サブアカでも来ていただいてありがとうございましたということでね。はい、ではでは、そろそろおつわらとさせていただきましょうかね。うん、おつわらの準備はよろしいですか。見どころのまとめする。 ありがとうね、すごい面白かったし。すごいなと思って、そんなまとめてくれたんだって思ったわ。あー、ヘビさん、おつわらでした。楽しかったです。ありがとうございます、スパちゃん。ありがとうございます。では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 、それでは、皆さんまた明日お会いしましょう。よし。はい。おつわろー。明日はお金を、なんだっけ、預ける。終わり。